まーちゃんにまーはるです。はい、今日はこちらですね、昆虫ハンターです。で、早速開けていきましょう。ついにこの時が来たー。でーんでーん、もうノコギリクワガタ、ブルーヒラクレスオコブト、ヘルクレスビッキーブルース。はい、ここで来てるやつね。お、せーの、でーん、ボー、来たセアカ、二股クワガタ。この前後章見ていきましょう。はい、こちらがカブトムシです。さあ、僕を大好きなカブトムシ出たー、リアル。続いてカブトムシの赤、ついでノコギリクワガタいっちゃいます。これは相当リアルですよ。ノコギリクワガタ本物みたいに、もう裏も本当にリアルでかっこいい。ちゃんと平たさも表現してあります。カブトムシと比べてもこんなに平たいですね。ヘルクレスビッキーブルーを開けていきます。ヘルクレスオカブト、もうこれね、かっこいい。胸の角の長さが一番長くて世界最大っていう気がします。羽もちゃんと青い。セアカフトマタクワガタを開けます。はい、こちらがセアカフトマタクワガタなんですが、相当ツヤツヤしてます。残りクワガタに比べてもこれとも全然ツヤツヤします。はい、というわけでここにある虫たちで早速遊んでいきます。バトルのできちゃいます。ガチーンと、あ、やばいやばいやばい、ノコギリクワガタはこの前足が取れやすいです。通常では見られないヘラクレスとセアカフトマタクワガタのバトル、カブトムシ同士のバトル。例えばカブトムシがこうやって同じカブトムシを放り投げる時とか、クワガタとカブトでカブトがクワガタを放り投げたり、カブトムシとノコギリクワガタの重機で会った時、いやー、オスとメスを奪い合う時に時々バトルしたり、そういう時にこんな感じになりますよね。ほらほら、こういうこともできちゃいます。カブトムシ VS クワガタの白熱バトルがもう忘れないほど、もう楽しさが広がります。そりゃ、やばい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 、やっちゃったやっちゃった。はい、戻りました。でー、で、このね、大赤もすごい。メインがやっぱりヘラクレスオガータは何ですか、結構寂しいんです。全然小さくて、だけどこの背中が青い場所は相当リアルなんです。昆虫好きな人は集めてもいいかもなと思います。はい、というわけで今回は昆虫ハンターでした。はい、というわけで今回の動画が楽しかったなとか気に入ったなと思った方、ぜひ高評価ボタン、グッド、ライクお願いします。そしてお友達にも教えてね。ぜひチャンネル登録もよろしくね。はい、というわけで今回の動画は以上でございます。バイバーイ。